陸警隊とは、海上自衛隊における、基地等の警備を担当する部隊である。長は、陸警隊長、各地方隊の警備隊に置かれている。一部陸警隊の隊員ワッペンには、セキュリティリアクションチームの文字が入っている。主たる任務としては、海上自衛隊施設の警備、隊員の規律の統一、施設の防火及び、火器の取り締まり、霊放題の管理及び運用。 警備権の運用を行う。24時間体制で人や車両の出入りを監視する。規律や風紀に関わる行動も任務に含まれるが、刑務隊とは異なり、刑事訴訟法上の司法警察権は有していない。任務の遂行のため、陸上自衛官と同じ戦闘服を着用することも、あり、64式 7.62mm 小銃や 9mm 拳銃。 等の消火器及び、銃剣、警防、さすまた等の各種警備用機材、警備剣等を保有する。一部の陸警隊員は、都市格等、銃剣道の訓練も積極的に実施している。また、陸警隊員を示す、職域区分の警備員に係る教育は、第一十科学校の海葬取得集課警備課程で行われている。 ソビエト連邦の崩壊前後の世界情勢に鑑み、1993年3月31日には、大港警備隊の大港陸形態が廃止され、代わって、大港防空陸形態が新編された。航空機による吸収に対処すべく、81、式短距離地対空誘導弾、スティンガーミサイル等の対空火器を多数保有していた。しかし情勢が安定したため、 2006年4月3日に廃止され、大港陸形態に再編成された。警備隊の編成に関する訓令、大港警備隊公式ウェブサイト沿い側。ありがとうございます。